でしょ、うん、最近多いね、なんかってね、アンジさんお昼寝しておいでってね、そうだね、うん、あ、ゆずちゃん、はじめまして。こんにちは。ありがとう。初米さん、ありがとうね、ゆずちゃん。ゆずちゃん、よろしかったら、ナイス、よろしくお願いします。ありがとうございますね。ありがとう。ありがとうね、ゆずちゃん。ね、ほんとこう。ね。うん、そうね、リスナーさん、アンチ米しても一銭にもならないよって、そうだよね、リスナーさんね。ゆずちゃん、何食食べてるんですか、うん、あ、いっぱい食べてるよ、うん、これ昨日の残り、うん、これ、うん、ね、私ね、うん、物を大切にするからジングリに食べてる、うん、今日買ってきたのは食べないでね、これ昨日ね、これ固くって食えないね、あと1本で終わりね、そしたらお薬飲むね、あとは天ぷらが2つあるんよ、こんなに食べられないよね、ほら、ねえママちゃん、お昼ご飯食べてないなって、食べたよ、今、うん、く、あの、なんだっけ、ポテト、ポテト、うん、み、なんだっけ、じゃがいも、じゃがいものね、うん、味噌ポテト、うん、給湯できます、じじい、お風呂だ、バカが、はわば、金返してって、なんだこれ、あ、金貸してだって。こういうの、あの、こういうね、味噌ポテト、どんな味ですかってリスナーさん。うん。あのね、あれ、味はね、あ、甘辛味噌。うん。甘辛味噌ね。うん。わわ、金貸してだって。嫌なんね。うん、こんなにね、人から金借りるんだら、あんたも配信してみたらね、うん、そう思うよ。そうじゃなきゃどっかで働くんだよ。わかる、うん、ね、うん、今はね、人にお金貸す時代じゃないわよ。ね、そうでしょ。うん、あい、古い、行ってこい。そうですね、リスナーさんね、うん。金貸しはいくらもあるもんね。そうですね。うん、返すから貸してよって、か、あれ、か、金貸してくれっていうのが、返さないから言えるんだよ、バーカ。あれが一番、愛フルって、そうだよね。お前には愛があるのかって。あれ、カメラ行ってくるけど。何？どこ行くん？今どこ行ったん？どこ行くん？聞こえないんだけど。ねえ、なんなんこれ。電気がついてんだけど、どうしたんこれ。ねえ、お風呂どうしたの。風呂沸かしてこい。
あれ風呂を沸かす必要ないと思うよ、シャワーで。なんで沸かしてんの、お風呂。どこ行ってくんの。藤原さん、そんな行かなくていいよ、もう。何なの、じじい。バカじゃない。おじい、ちょっと。ね、シャワーでいいと思わない？沸かしてんだって、一人で。石油はあるんかどうか確かめね。どっちもそんなもんばっかりよ。ね、ロシアさん、こんにちは。って、ブリコさん、ありがとう。リスナーさん、フジマート好きだね。ってね。うん、カノーさん、また酒買って、言われないって言われるよね。そう思わない？気違って、あの男。バカだから、あれ。のんきでいいね。うん、あ、自分に合った。あれね、生活した方がいいよ、ここ出て。うん、私のカード持ちきりだから、カードいくらでも買えるよね。うん、楽天カード持ってる。だってさ、人からさ、仕事行く電車賃が5000円ねえから貸してくれなんつう男が、自分で金買うわけねえでしょ、ライが考えたってね。うん、でパチンコ行くから2万貸してくれ、こんな男いる？うさはなちゃんもカード止めちゃえばいいってね。うん、うん、たくちゃん、ふじまとのことを言うなって言ってる、自分で言ってる。おじいちゃん笑うってね、本当だよね。うん、バカだよ。あの男もね、大嫌い。私筋の通ったことしないからね。自転車でさ、フジマートへ行為で出るんだったらさ、庭の草でもむしろって言いたいよ。すごい庭だよ、うち。誰も男やってくんないよ。うん、すごいよ。あ、自転車は乗らせちゃダメだね。こちら金のメガホン、ありがとう、ありがとう。プリコさん、シンゴさん、何時頃帰宅するんですか。どうなんだろうね、聞いてないよ、配信も見てない。うん、おじい、家事しないの、できないよ、全然だよ。なんでさ、お風呂沸かすん、一人入るのに。ムカつくんね。シャワーで十分じゃない？あんなシャツさ、色のついたシャツ着てさ、ビリビリのあれを着てさ、ね、妖精さん飲んでたら行かせないでねって。そうだね、うん、ナッチュさん、バカ息子追い出せ、どんどん、うんうん、そうだね、リスナーさんね、うんうん、おいしょ。お酒と刺身でも買いに行くのかなってね。うん、死に、あな、おじいちゃん、笑う。普通じゃないであれ。うん。うん。え、なに？メガホンありがとう。ありがとう。わし、もうわかんない。私はもう構わない。私もう言ってあるわけだから構わないもん。うん、相原さん、フジマート行くの、そうか、自転車は乗らず、何、手引きでいいですね。うん、相原さん、リアカーで行ってください。うん、うん、自転車もない手引き、荷物入れもある。そうだね、うん、
本当ね。そうですね、うん、なんでさ石油まで沸かされなくちゃなんねん。あんなじじいなんかお風呂なんか入れたくねえよ私。あんな一人のためにさ、高いんだよ石油は今。そうですか。そうだね、私も飲んだ時乗らずに運転が荷物入れて行きます、うん、そうだね、お風呂止めちゃおう、うん、ほらね、もったいないよね、あんな男のためにお風呂は返せ、冗談じゃないよ。入りたければさ、自分で行ってくればいいんだよ、お風呂に。ね、あいつのためにさ、石油一回ね、湯船沸かしたくない、私は。あの人に、こんなにね、助けてもらってない、私。かえって私が動いてる、食ったもんとか全部。悪いけど、あの人にね、湯船沸かそうと、石油使ってもらいたくない。本当だよ。うちのことをやってくれる人ならいいよ、草むしりとか。やんないでしょ、テレビばっかり見て、パジャマ着て。やる気ないでしょ。ねえ。もういいんだよ、なんだよ。かなわないよ。私も呆れてるから。消しました。うん。ありがとう。うん。2票を投票しました。って、ありがとう。何してんの WGP 盛り上げたい様、ありがとう、ありがとうね、うん、暑く暑いのにお酒買いに行って、あやささんお酒好きねってね、友達さん、うん、まゆまゆちゃん夏は草がね生える早いね、ほんとね、うん、かおりんちゃん慎吾早くから帰ってきてってね、マルオさん、アルコールよ、打つかなってね、庭入れたら行水がいいってね、うん、そうだね、うん、行水やればいいね、うん、じゃあね、うん、消したんよ、私、もったいないから。あんなやつのためガソリンな、石油なんか使いたくねえよね。私のやることをやるっつんで置いてやってんだからさ、誰もやってくれねえじゃん。自分で食ったもんまでカウンターが置きっぱなし、私が全部片付けてる。逆だよねこれ、どう見たって逆ですよね。でいつもパジャマ着てさね、いくんち休んでの、ずっと休んでるで、バカじゃない。だからやめろって言うもん、言ってんだよ。でもやめてもさ、ずっとさ、飲まれちゃかなねえからね、言ってた方がいいかもね。うん、多分。うん。そうだね。うん。のねなちゃん、本当に嫌いです。本当だって。ね、まろちゃん、上にお金入れてくれるんですかって。うん、今月はいくらか入れたよ、うんうん、その前が1万5千、1万5千入れた、1ヶ月1万5千、今月はね、うん、うん、とね、うん、15万くれるって嘘だったよ、うん、
そうそう、うん、マロさんの言う通りね、お金より労働かなって、そうだよ、うん、掃除とか、そう、草むしり、そうだよね、うん、お金はいいよ、うん、私のできないことをやってくれって言ってんのよね、それ以上使ってられるね、そうでしょ、リスナーさん、うん、のねなちゃん、1万5000円以上飲んでいそうね、そうね、うん、うん、そうなんだよねって、うさはなちゃん、まるおさん、愛が足りてないわねって、よせいさんにって、うん、もう嫌なのね、私ね、同じ繰り返しする人って嫌いよ、うん、女性さんばっかりかわいそうだって、そうだよね、慎吾もダメだしさ、何もやんないでしょ、だからもうこのうち終わりだと思ってる、うん、私が受ければ片っ端からきれいにする、うん、本当だよ、借金されたら大変だ、女性ばかりお金出すなんて、そうでしょね、二人が頑張るのが普通でしょ、私さんで働いて貯金してきたんだよ、いろいろね、うん、今のあれだもんね、投資信託だってさ、自分のお金でやってんだよ、自分が働いてきたお金ね、昔ちょっとあったから、うん、あ、その投資だって自分のお金だよ、みんな、さやさん、いる限り変わらないと思う、そうだね、慎吾も両方がね、うん、そう思う、うん、ね、え、何、いいじゃんこれ、舐めたって片付けてんだよ、こんなん自由でしょ、味噌がくっついて嫌なんだよ、捨てるに、私は性格なんだよ、もったいねえから舐めるって、そう、なんか一石二鳥っていうのかな、こういうの、もっともさ、これ蓋するから、蓋するから大丈夫だけどね、これちゃんとさ、蓋してさ、こうきちんと片付けるのが好き、こう何でもね、んで飴舐めたら飴の紙をこの中に入れる、それじゃ散らかんないでしょ、うん、できることはあるはず、あるよね、自転車に乗っていけるんだからできることあるでしょ、いくらね、変わってんだあのじじい、風呂掃除もしねえでさ、なんでお風呂に入るの、有名人壊してさ、そうでしょ、私が教えてもできないんだもん、電気のこととか全然苦手だよね、あと機長さんにもらったライト、うん、あれも分解して壊しちゃって、もうそのままだよ、直せないんだよ、みんなぶっ壊すんだよ、あれやって、だって壊したい人じゃなきゃ分かんないよ、どう電池が入ってたんか、普通のと違うから、普通はさ直そうとすれば見るよね、入れ方とか気にするよね、自分でさ、あ、ここに減ってた、だって、あ、じゃあ説明のしようないで、私に、そうでしょ、うん、戦後とは性敗退だねって、うん、病気したら余生さ面倒できないよね、そうできないよ、自分が歩くんやっとだよね、あの人の面倒まで見られないよ、私、そうだね、本当だよね、自分がやっと動いてるのにさ、ね、年中失敗してんじゃん、声とか血出したりさ、ダメだよあれじゃん、ね、あれ
メだよ人間ほんとね。でもね私ね慎吾が何でもできる子ならあいなくていいんだよはっきり言って。慎吾できないかんね。私がさあいつを置いてるっていうのは慎吾が本当にやってくれれば追い出すよ。私いらないよ。だってさ慎吾自分のゴミを放り出して置きっぱれだよ庭に3つ。あいつが片付けたんだよ。あんなクズでも置かないとどうしようもないでしょこのジジイ。そう思わない？慎吾やってくれる子はとっくに追い出してます。皆さんにはそこ分かんないんだよな。私がさまだ未練があるとか愛情があるとかみんな言う人いるけどないかんね私本当に。さやさん慎吾がいるからやらないとかってないね。あやさやさんないと思う。あの子できないと思う。うん。だって2人があいつもね歩けなかったんだよ。ほんで私がね運んでやれないのに無理して運んだよ。なんとか私は運んでもらって食べたことないかんね。自分で自分のもんはここでなんとかやるかんね。どうでしょう、うん、多分ねダメだよな。だってタマちゃんがうんちするじゃん。慎吾あれ取ってよって言うのよね。フローリングの外にしてあるよっていう。おじさん取らないもんねあの子全然ね。ジジイが取ってるけど。だから信じられないんだよねあの子がね本当にやるか。墓場掃除もやったことないし。ほんで当番もらいってって言ったじゃんあの時。そしたら慎吾当番もらい行かなかったじゃん。行かなかったでしょ。ラーメン食いっちゃったでしょね。当番もらってきてって当番って16日盆送りだからって言って言ったんだよね。そしたらもう慎吾もらってこないでラーメン食いっちゃったよね。その時ジジイは仕事だった。でもジジイが帰ってきて当番もらいったよ、うん、ほんで16日が送りだから雨降ってねえから俺が送ってくるって言ってほんでジジイが送ってきたんだよ。そうでしょ、うん、いやね当番もらいったもらいってきてうちを置いたのね。ほんでその時まだおじいはあれだんべあ何あの時飲んでたんかわかんねえな。ほいでさこういうとこ血だらけじゃったみんなが見つけてくれて私血なんか見えないよ。ああ見てないもん。ほいたらここにね血が出てて手も血が出ててさあいで出てて平気でいるんだもん。普通の人間じゃないでしょね。これでいいって言ったってさその血がさ布団に寝たらくっついちゃうよみんな服に布団に。だからちゃんと自分できれいに洗ってね傷は腫れへって私言ったんだよね。うんね、うん、飲んでいたんかね。そうかもよ当場だからうっくらいちゃったのかな分かんない。ほいで帰ってきてね夕方飲んだんだよね。ほいでさ私に言うんだよね。よ俺当場よあもらってきたけどまだ置いてあるんだよって言うんだよね。っつったん。さっき行くって言って私線香渡したじゃねえっつったん。忘れちゃってんだよねもうね。うん忘れてる忘れてた。自分の送ってったんだよ。そうだなってやっぱりいくらお盆でも16日へ盆送りって言うんだから俺行ってくるよっつってさ線香じゃない何本あったら何本でもいいよっつうから直で割れるからティッシュくるむねっつってくるんでやってさライター出しといたん。だライターがねんかっつうか私そこに出したでテーブルの上って言ったのね。そしたらさああったポケット入れたってほうだね。ね嫌になっちゃうね。多分お金出したりしないいいかもってね。そう
だから涙が出るよってね。いやでも今月はよこしたよ、なんとか15万って言ったけど15万はもらってね、うん、そう、まあ10万はよこしたね。10万、私怒るからね、生活タダじゃねえよってね、あんたずっともらってないよねっつって、うん、あのよこす気があればよこすもんね、あのよこさなければそういう人だなと思って、私大丈夫だからって、自分のお金で来るからって言ってるよ、うん、いいとこもありますね。あ、今月はね10万よこしたよ。その貸し2万5千貸してる、貸したでしょ、10万しかよこさないから言ってやったんよ。なんだい、私2万5千貸してんだけどよ、じゃあ10万から2万5千引いたら私を越せたら7万5千かいって言ってやったん。ね、言うでしょ、だってね、10万もらったって2万5千貸してるんだよ、にもうその7万5千じゃん、分かった、私に、まあ7万5千でも今まで比べりゃよこしたんだからいいかと思ったけど、でもね、あいつ自分で言ったからちゃんとね15万やるってね、なんで15万なんかなと思ったんよ、私はね。だからさ、10万くれんだったら2万5千貸したんだから12万5千をよこせばいいんじゃねえんかなと思って、なんでそこで15万になるんだって言ったら、借りた2万5千に利息つけるんだって、2万5千プラス2万5千だから15万なんだってね。それも実際くれたのは10万はよこしたよ、うん、あと2万よこした、だから5千だから実際もらったのは9万5千ってことだね、うん、ね、貸した金5千足んないから9万5千もらった、うん、そんでね、先月は1万5千その前はずっとよこさなかった、一銭ももらってない、私はくれって言わないからって絶対言わないからね、うん、私くれって言わないもん、うん、僕も月980円自転車保険入ってますって、自転車事故賠償100万の罰金があります、そうなんだ、うん、あ、そうなん、月保険に入ってんだ、ほんとさすが親ですってね、そうね、うん、はあ、私はね、よこさなきゃよこせないに食ってくから大丈夫。今までだって何のため働いてきた、旅館に行ってずっと働きづくめ、私は本当にね、みんなが言ったもんね、近所の人、働きすぎだって怠け者だって言われたことない、私は、うん、ね、もうそれ以上働かない、杖ついて行ったもんね、そしたらそんだけ具合悪いに連れて行ってたら歩けなくなっちゃうよって、お母さんみたいに寝たっきりになっちゃうよってみんなに言われたもんね、うん、でもね、使ってくれてるおかみさんがあの、うん、オーダーと会計でいいって言われてね、他に頼む人すぐ見つからなかったんじゃない、そうに言うとさ、今まで使ってもらっていかないわけいかないべ、そうでしょ、義理があるからね、それで言ったのよ、うん、アプリコさん、よせさん尊敬します、いやいやとんでもないですよ、ありがとうございます、ゆりこさんよせってね、うん、えにこさんよせさんこんにちは、ナイスポチってありがとう、皆さんありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、もう本当は私は働き者なんです、もうね、今もね目つぶって生きてますよ、うちの中豚小屋、うん、私こんな部屋にしとかなかったかんね、すごい綺麗にしたよ、下駄箱から何から全部ワックスくれてね、ピンピカリンですよ、妹が来て言ったもんね、姉ちゃんいつも綺麗にしてるねって言ったよ、うん、枕カバーは毎日取り替えてやった2人の、うん、だからね、掃除機はかけてあまりかけないね、ゴロゴロは毎日かけた、だから
ゴロゴロすぐ終わっちゃったよ。ね、枕カバー毎日取り替えてあった。今は両方のこと私できない。もう無理。ね。やりすぎですよって、そうですか、丸尾さん。ね、疲れましたよ。よせさん、きついなって、そうなのよ。毎日ですかって。そうですよ、毎日よ。それもおっぷってね、こう、ね、畳んでさ、パサンパサンとどっかでおっぷってさ、綺麗な頭でも老けたかってるよ。さやさん、私なら、遠くに、出して余生を何穏やかに暮らします。そうだよね、余生を送りたいよね、私もね、うん、うわそうだね、うん、うちのことやってくれないもんな。この間も電車サービス行くときさ、やっと車でこう乗ってくんだけど、その時道路の方見たら、うん、なんつうの、トサミズキ、こうトサミズキ、あのね、黄色い細かい花咲くのよ。こう丸く刈り上げたの、私が。丸くなってるんだけど、結構伸びてるのよ。あれをこう切ってさ、丸くすれば。ね、道路をこう、人にこう迷惑かけちゃダメだから、これ剥ぎなくちゃーと思った、見て。うん、おいたらデイサービスの人か。大丈夫じゃない、このぐらいだったらって言ってくれる。うん、ね、ゆり子さん、掛け軸もだし、本当だね、季節ね、感じなくなっちゃったのよ。掛け軸もね、一人で全部取り替えた、しきしきにね、そういう、なんていうの、趣味ができなくなった。悲しいね、本当悲しい。あとさ、夏はさ、あの気に入ったうちわをね、こういうあの本をやるラックがあるじゃん、こう入れ物、こうにね、富士のその中にうちわをちょっとさ斜めにこう飾ったんだよ。でうちわもね、いいうちわ買ったのよ、ね、例えば3000ぐらいのうちわもあるんだよ。こういうのか飾って趣味にこうしたんだけど、そういうも全然できない。あと風鈴もいっぱい買ってある、でもその風鈴も吊るせない。なんか趣味が全然できないね、さやさん、よせさんが変わらないとなって。そうなんだ、足が悪くなかったらまだまだね、やったですね。そうなんです、うん、趣味では生きられなくなっちゃうね。あの外から眺めてさ、難点がすごいこう大きくなっちゃってるんよ。あれを竹を詰めれば向こうにある灯籠が見えるんよ。灯籠がね、こうに苔がちょっと青くなった、難点がバーってあるから灯籠が見えないのよね。やりたいことが何でもできなくなっちゃう。悲しいね、うん、ほんと悲しい、うんうん、あのね、なっちゃん、嫌にね、嫌になるねってなるんだよ。趣味ができないってことは嫌ね。何気なくね、できたことができなくなると人間悲しいよ、本当にね、悲しいなって。こんな立派なお家にいる、いや何いるやり、いやいやそんなことないけどさ、私うちは好きだからね、豚小屋だよもう、ブリコさん、ヘルバーさん来てくれるといいのにってね。ああヘルパーさんね、頼む、ヘアマネージャーさん頼めるよって言ったけど、なんか神経使うんだよね、あの人がこう入ってきて。確かにやれば助かると思うけど、すごい神経使うね。こちらまだヘルパーさん嫌いですかって、うん、人が来ると神経使う。ああさやさん、ねんおじいさんできなくなってく、るからね。そりゃそうだね、わかる、うん、わかるね。だんだん治るわけじゃないもんね。そうですね、わ、うん、かるよ、よく、うん、ね、ただ動けるのが慎吾だけなんだよね。その慎吾が何もやってくれない、
リスナーさん、あれヘルパーさんだ、あ、ありがとうね、うん、こういう配信の枠もあるのね、ね、こういうこういう配信の枠あるのね、たまげるね、ね、こういう枠もあるのね、すごいね、あの上で見てる閲覧の方もわかるんじゃないの、こういう枠があるっていうのね、めったにないわよ。よせいさん、マロさん、なんで教えてほしいですねって、ルーチュルさん、ケツ迷惑だ、ほんとね、リスナーさん、ケツお昼寝しなさい、マリオさん、でも前いろいろ買ってきましたね、まあでもたまにはいろいろ買ってきますね、そうなんですよ、フィッタさん、ナイスポチ、ありがとう、ありがとうね、マルオさん、食べ物とか、そうそう、食べ物は買ってくれるよ、うん、そういうのは助かるね、うんうん、確かに、うん、助かる面もあるんですけどね、うん、素敵なお家で羨ましい、そんなことないですよ、さこちゃん、うん、マルオさん、掃除ですねって、うん、あのさ、ひまわりじゃねえ、なんだっけ、こっちの裏のここ、ここね、アジサイが咲いてるのよ。こんなでかいアジサイ。アジサイっていうのはさ、梅雨が明けると花を切んないと、来年咲かないよ、めどが。うん。前は切ってくれたんだよ、おじい。切んね。玄関とかは私がさ、この間なんとかって、杖つきながら、自動車から降ろしてもらって、切ったよ、いくらか、うん、ヒルダーセンターの方もやってくれますよ、そうですね、それ頼むしかないね、もうね、庭の草むりしりとか、そうなんだ、うん、草がすごいよ、シルバー、うん、プリコさん、ヨセイさんのお家アジサイいろいろですか、そうです、ガクアジサイとか、うん、普通のアジサイ2種類、いろいろアジサイ植えてあります、裏からずっとぐるっと全部ですよ、あ、ほいでさ、あれあれでもね、あとボタン、ボタンも植わってる、ボタンもいっぱい植わってるよ、うん、全部植木植えた、まさか自分がね、この年でこんなになるとは知らないから、いつまでも手入れできると思ってたね、甘かったね、考えがね、あかねちゃん、ありがとう、ナイスしたよ、ありがとう、まるおさん、女性尽くしてほしいですね、そうですね、ゆりこさん、甘かったってね、そうよね、せめてお庭に出るように足腰治るといいですね、そうなんです、ともちさん、それが一番ですね、それができればね、大したもんですよね、だってここの鍋が取れない、前は鍋取ってたんだよ、ここで、これができなくなるなんて考えられないよ、自分でね、そう、うん、のねなあちゃん、つらかったなって、そうなのよ、足が治る一番だわってね、そうですね、うん、結構ね、足やられちゃってんのね、神経がね、うん、お庭に出るだけでも気分転換、そうですよね、だからさ、デーでさ、無理してさ、庭出るじゃん、そういう時さ、車に乗せてってもらってね、庭の景色こう眺めるんよね、着くまで30分、あれね、あー外見るとね、あーこれが自然の生活なんだなって思いますよ、うち、ん、の中にずっといる生活とね、外の景色、ほいでだいぶさ変わっちゃうのね、何年も出ないから、前は友達にね連れてってもらってお買い物行ったじゃないね、ほいで食事も行ったじゃない、例えばガストとかね、行ったよ、道の駅も行ったし、
ほいでジュースも作った、シソジュース、うん、そういうことできたのよね。今ダメでしょ、景色見るだけですごい嬉しいね。あー、こんなにみんな変わったんだってね、昔思い出します。ほんとね、うん、あ、違うよね。まあ男性軍が悪いですって。ありがとう丸尾さん。みーちゃんこんにちは、ナイスポチですって。ありがとうみーちゃん、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。ほんとね、よく妹が言うけどさ、普通のことができるって一番幸せだって言われてみると、ほんとね、当たり前のことを今までやってたけど、今当たり前のことができない、こんな人生ないね、はっきり言ってね。そうですね、ほんとね、ともちさん、本当に普通が一番幸せですねって。本当ですね、うん、本当だよね、うん、そう思うよね。お家がから出られないんだもんね。そうなんです、ぶりこさん、玄関出るの大変なのよ、あ、靴履くの。たまちゃんが玄関開けて出ちゃうんだよ。ほんと誰もいないと困っちゃう、ほんと困るんだよ。あれ誰かがって、プードルちゃんナイスって、ありがとう風船、ありがとうね、ありがとう。プードルちゃんありがとう、ありがとうね。あ、薬飲むか、うん、あ、おいしいね、冷たい水ね、最高だよ、うん、最高、冷たい水最高だよ、うん、あー、なんか生きてるって証だね、冷たいお水いいね、うん、よっこいせーって。あ、マミちゃんこんにちはって、いつもありがとう。無事マート行くと草一本でも見せてもらえませんか、ね、そうだね、一回行くのにね、うん、そう思う、うん、ほんとね、うん、そんな気がする。私は出るたびひんどく、うん、うん、マルオさん、コーヒーがいいですね。そう、シンゴがね、コーヒー買ってくれてさ、それ溶けないのよ、この金の月でも見れると最高ね。お水がとっても美味しいよね、お水美味しい、最高だよね。こういうのいいねって、ほんとね、カラオケって音がーってね、そう、カラオケも歌いきていいけど、いけねえね、これじゃね、どうしようもねえね、うん、ありがとうね。これから薬飲むんだよ、朝の薬狂ってるけど、飲むねよ、いいからね、飲むよ、うん、血圧の薬とね、あれだよ、胃の薬、あとは鉄分、血を増やすやつね、いっぱい飲んでんだよね。あと鉄分か、鉄分が嫌なのよ、鉄分ね、あれ便秘になるのよこれ、鉄分、これで大きいからね、大きい、あ、秘密の、あ、プラセンターさん、長生きしてくださいねって、ありがとう、ありがとう、超いいね、ありがとうございます、ありがとうね。まこちゃん、よせさん、さっきセブンで、セブンで溶けない氷買ってきたよ、税抜き258円でした、ナイスって。そうなん、まこちゃん、溶けない氷ってあるんですか、ありがとうございます、ありがとう。あ、おじいちゃん風呂つけたよってな、そっち食いしちゃおうったって、こう熱いんだからシャワーでいいんじゃないの、湯船洗ってないでしょ、洗ってないじゃないの、湯船自由にしないでよ、私の家なんだから、違う？
あなたが立ったわけじゃないでしょ。私の家だよ。そうでしょ。あんたなんかシャワーで十分じゃないの。あんたが湯船に入る資格なんかねえよ。男じゃねえよ。だからもう喧嘩になるんだよ。わかる？ね。頭には水でいいよってね。そうだね。うん、ほら、またなんかほら、あ、入れるで、ほら。なんか買ってきたで。あ、カモ買ってきた。あらーって。ね。皆さんよく見てくださいね。怖い。来るんだよ。来たっていいんじゃないの。あなたが間違ってんだから。あなたが間違ってんだから。そうだよ。あんたが間違ってんの。人として。いいんじゃない。あなたが間違ってんだよ。違うかい。あんたね、悪いけどさ、石油見てきたの？入ってるか。萩を切るって嘘だよね。石油屋が来て半分入ってる。あと萩切るって言わなかった？言ったよね。石油屋が来て大変だから萩切らないよね。は、自分の飲み物で買ってくるよね。立派なもんだよ。おいで湯船使ってよ。いい身分だね。あとはテレビ鑑賞で終わりね。大したもんだよ。まあそのことはかまわねえな。何の力もねじじいがよ。なあ、電車沈下してくるのじじいがよ。湯船沸かして減るんかい。こんな暑い時はシャワーで十分だと思うけどね。え、笑うわ。笑うだよね。ね、だってそうでしょ。警察来る原因はあのジジイが作ってんじゃねえの。まあ私作ってねえけど、私警察お世話になることねえけどね、本当よ。ああいう野郎が作るんじゃないの。違うの。うん、ちゃんとね、きちんと生きてれば警察用がないわよ。違います。あんなクズじゃないから。クズってじゃあ世の中渡っていけねえ。クズ野郎、ヘドジジイ、クソジジイってな。そうでしょ。クソジジイじゃダメね。バカだから。お風呂はよ、金出せばいつも入れますよ。ね、お膳じ出してお風呂へお入りになってください。ね、あなたに草むしり一つしてもらってません。申し訳ないですけどね。こちら。オルマちゃんの前にいればいいねってね。ビールふったなんか何振ってこう。みゆきちゃんナイスを切りました。あやろさん風呂ですかって、ありがとう。みゆきちゃんナイスありがとう。はい、ジャスミンさんビール冷凍庫入れた。跳ねるで。丸尾さん草むしりしてあげてください。かおちゃん、ゆせいさん、あまり蒸発しないように。丸尾さん、あら、まゆまゆちゃん YouTube でゆせいさんを見てましたよって、ありがとう、ありがとう。早くシェアして飲むのね。うん、爆発したらどうすんの。涼しいね。ともちさん、ビール、冷凍庫、いいかも。冷蔵庫、いいかも。凍ってちょっとずつしか飲めない。笑う。そうなん。ほんと、涼しいな、人んちの。あれな。すげえな。
どうしたんこれ。お風呂へおかしいでこれ。沸いてねえで。つけ方も違うんじゃない？あのバカじじ。わかんないんじゃない？バカだから。うん、そっちさ、お風呂ついてねえで。風呂のつけ方忘れたんじゃない？頭が悪いから。なんでも、ね、こういうことは苦手だから。バカだな。おめえ風呂ついてねえで。俺は消さないよ。あんたが、おい。はあ、そっか、こいでな。気が崩れてくれ。あんたやれば？いいよ、あたなんで？なんでそういうことやるんかね。すごいね。これじゃあれだよ。わかないよ。バカだから忘れ。機械もね、機械もできねえんだよ、あのバカ。ヨタ野郎だから。クズだから。できねえ。何を。バカじじい、バカじじいだよ。やり方わかんねえんだ、あのクズ。よた野郎が。こっち来んなよ、バカ。あのクソじじいねえかな。ヘドが出るようなじじい。あ、また発信邪魔されたんだよ。そうだよね、みーさん、よせいさん、あ、いや、夜間に反射して映ってるって、そうなん、うん、そうだねってね、こんなによせいさん頑張ってる、邪魔しないでほしいわ。夜間ピカピカね、これ、うん、まあピカピカでもね、黄色になっちゃった、あのじじいが。みんなもっとピカピカよ、普通。私こんな真っ黄色にしないわよ。これ黄色いよ、うん、こんな黄色い汚い夜間で見てよ、これ黄色だよ、舌が。まあ、こんな汚くしないで、あのじじいがしたんだよ。みんな、私もっと綺麗だよ。私だけが使ってれば、私こんな真っ黄色にね、でもピカピカに見える。汚いよ。私夜間買ってあるんだよ。あのね、これはさ、あれなんで3000円かそのぐらいで買えるやつだよ。あとはね、あれあそこで買ったのよ。なんだっけ、銅の夜間。あれ高いね、銅は。1万5千ぐらいした。あそこ新しいのあるんだよ。私が死んでもさ、どこに何があるか分かってねえよ。私いろんなもん買ったから、うん、みんな知らないと思う、うん、ね。けいちゃん、よせいさん、今日も気持ちいい、絵が荒れてるねって。そう、じじいが言うからね。みーちゃん、綺麗に見えるよ、ほんと。タモリさん、ナイスをしましたって。 ありがとうね、ありがとう、うん、ほんと、綺麗に見える、よかったよ、うん、ありがとうね、綺麗に見えちゃう、よかったね。あのじじいさ、天ぷらふっくるげしたんだよ今。だらしねんな、気持ち悪いな、ヨタじじいがよ、ヘドじじいが。どうしようもね、あのクソじじいじゃん。はよ、じゃあね、あの男の面倒見るな。一回さ、またおなら、おならが出たよ。しょうがないよな。だってしょうがないよな。本当におならが出るんだから。好きで出してるんじゃねえよ。今天ぷら福兵衛さんだよ、あのじじい。汚い。
汚いジジイだよ、ね、江戸が出るようなクソジジイ、また何かあったんだよ、あのバカ。年中買ってくんだよ、ヨタヤで人の金で買うんだから何でも買えるべよ、あのバカヨタヤロがよ、江戸ジジイだよ、クソったれなよ、刺身買ってきたらまたてめえで食うよ、ずうずうしいから、ずうずうしい男だよあんた、てめえで買ってきてしまわねえんだから、ずうずうしくねえかい、また刺身買ってきた、人のおげんじでまた天ぷら買ってきたよ、相当バカだな、クソじじいがよ、よくやろう、くずってがよ、いろいろ買ってくるなおめえな、よくやろうがよ、クソったれが、ほらサンドイッチまで買ってきやがって、人の金でよ、なんでも俺の金、いいやな、金心配ねえんだからいいやな、人のおでんじゃで買うんだから、なんでもいでやな、な俺にね金の迷惑かけたら少しは庭の草ぐらいも知れすな、このバカって言うよ、けどやろうがよ、こんなのクソったれやよ、ほらカツ買ってた、バカじじいが、とんかつだってよ、なにこれ550円、なに元祖ロースとんかつだと、すげえな、とんかつ買ってきたで、じじい、あんなじじいがとんかつ食うような顔してねえべ、クソじじいが、バカやろ、あんなものがとんかつ食うだけの顔してねえってんだよ、バカじじい、ヘロじじいだよ、ヘロじじい、クソじじい、ヨタジジイやろってな、クソタレジジイのヘロジジイやろ、あーごとだきっともね、買ってきてもパッて置くだけなのよ、何もできないのよ、後始末がね、後始末ができない、カウンターに置くだけね、こういうバカはダメ、何もできないのね、お風呂もね、金出して入ってきた方がいいよ、お風呂屋があるから、秩父家はね、何にもできない、自分で買ってきたこと物に対して何にもできない、パーって置くだけ、何でもすごいね、こういうクズが世の中いるんだわよ、皆さん気をつけてください、こういうクズや、ヘドジジクソジジってな、ヨタジジやろがってな、クソったれじゃおまんま食えねえ、ヨタやろヘドジジクソジジってな、どうしようもねえや、バカジジで、かまねえもん、ほっとけばいいよこんなクソやろ、バカジジ、めっちゃいろんなもん買ってくんだよ、ムカつく、ヘドジジクソジジってな、私がやっと片付けたと思ったらまた私が動かなきゃ用が足んねんかさ、嫌になっちゃうね、すごいね、刺身買ってよ、刺身とよサンドイッチ、明日食うんじゃないの、この冷蔵庫入れないとダメよね、ね、冷蔵庫にダメよね、こういうの冷蔵庫入れとかなきゃダメでしょ、買ってきてみんな引っ張れねえな、カウンターに私が全部入れるの、これなんで私ここまでやんなくちゃ、ねえ刺身買ってきて、こらてめえのつまみだんべ、人のおでんじゃで何でもいいやな、人のおでんじゃでつまみだからいいけどや、ああだ、あんなクソじじいじゃん、あんたご飯食えねえや、買い物行く分だけな、ほんと腐るもむしれって言うてよ、あのじじいよ、よた野郎が何一つしねえかんな、ここで手がないよ、楽だもんだって、自分金の心配しなくていいんだし、ほんで洗い物はみんなそこへほっぽっとく、私に全部させる、こんなにこんなにね弱ってやっと動いてるのにさ、よとやろうがよ、刺身買ってきてほらな、何もしまねえんだよ、
ほらサンドイッチもね、しまわなきゃダメだよ今。バカ、なんだバカ野郎だから世の中渡っていけねえんだよ、クズで。危ねえよな、私がしまうの危ないんだよ。あー怒った、いいや、うん、もういいや、疲れた。缶ビールが買い上がったよ。何本買ってた？1、2、3本。すごいね、ロングカウント、すごいね。人のお便所でずうずうしいね、ずうずうしいあんた。人の手にで何でも買うんだよ、つえのめよ、ゆかきしいだよ、ずうずうしいあんた。人のお便所で買うんだから、もう米でこの中入れた、この中入れねえべ、ここが減ってねえべ。バカ野郎が、バカじじいだよな。3本も買ってきた、すげえね、人の手にて。ずうずうしい、今夜3本飲むんじゃない、バカだから。自分の金使わねえからいいやな、人にお現状貸してくれだよ。お風呂まで沸かし上がってやるのクズが、よせろ。大体に言ってこんな涼しい部屋にいられる男じゃねえんだよな、バカやろ、バカたりな。ほら見て、天ぷら2つもか、めっちゃ買うんだよ、いろんなもん、ほんと腹立つわ。まったくな、涙が出てよ、うん、欲しいものはみんな買ってくるから、大したもんだよ。みんな私が働いたお金、若い時ね、私が全部働いたお金、ジュジュが働いた金なんか、ああ昔からパチンコ好きでよ、酒飲みでよ、よたやろ、昔から金がねえよ、ありがとう丸尾さん、平和な一日ですね、そうですねって、ここが一番だよね、いつもこんな感じかなって。そうだよ、よりこさん、レントって赤封筒さ、ゆせさ、一日だよこれで過ごされるってね、目の子さ、ゆたやろ、ゆせさん、何聞いたことない、ほら、妖精さん、働くん、おことだなって。そう、ゆり子さん、丸尾さん、あんな怖い人、久しぶりでした。富士さんってね、怖いのって。まこちゃん、妖精さん、さっきかましたわね。うわら、かましたわよ。自然体だからね。しょうがないのよ、ね、中で喋ってるで。何ジジイどうしたん、お風呂へ減ってねえで。何あのジジイよ、テレビ見てるんからのクソジジイ、よとやろうがよ。再起を迎える時もきっとこの位置だってね。さあ無事に、お、うよはよかった、かなちゃん息子帰ってきました。帰ってこない、うん、じじいじゃないの、お風呂あれ沸かしてテレビ見てんじゃねん、優雅なじじいだからね、うん、何帰宅したの、帰宅しないよまだ、ヨタ息子は帰宅しない、またヨタが帰ってくると賑やかだよ、嫌になっちゃうよ、両方クズでね、もうクズはたくさんだよあんた、クズに囲まれてきたんじゃ自分が死んじゃうがね、もうどうしようもねってよ。てめえのうちのクズは
しょうがないけど、あのじじいは別だからな。あのじじい他人の関係だからな。あんなじじい、なんであんなじじいは俺が面倒見なくちゃなんだ。バカじじいが。江戸じじい、クソじじい、やったじじいやろかってな。今のうちビッグ冷凍庫へ入れとこ、かな爆発したら困るからよ。かなちゃん結婚してないんですか。結婚なんかするわけねえよ。結婚していいじじいとそんなことはわかるって。爆発しませんよ。いやいやあれするんじゃないの。これ天ぷらよ。じじいがふっくるげした人の天ぷらをよ、逆さにしやがってよ、汚ねえよ。まあ、あのじじ買ってきてもよ、どっちが表だかわかんねえだよ。ここに逆に置いてある。なあ、こっちが普通前だよな。バカだよな。ベールしないかなって。ああ、ごめん。膨らむのか。うん、膨らむ。え、何が起こるの？うん、あの膨張するんだよね。ジュース、あのビールって発泡、あのビールってさ膨張してさカンカンに冷やしてるのねって。いやいやビールは上に入ってないよ、下だよ、うん、3本減ってるよ、3本ロング缶とね。あれ自分で飲めるんだからいいやな。ああいいやな、人にビールくれてよ、てめえの財産減らしてるやつやねってよ。そうだってあの野郎テレビは見るし風呂は減るしうちのことは一切しねえ。あんな楽なやついねえろ。そろそろやめないとねって。えリスナーさん、そうね、うん、夕食食べちゃうのってよ。うん、そうだね、もう食べない方がいいか。ジジイが今落っことしたんだよ。もう一つある、二つある、これ二つも買ってきてね。あと冷やしそばもある。困ったね、確かに食いすぎだよな。確かに食いすぎ、これは参ったな。はあ、食いすぎよ。これ舞茸、舞茸、舞茸とさ、あれエビでしょ。あとはなんだっけ、うん、さつま揚げ、さつま、あと何、ナス、ナスとかぼちゃ、すごいね。また食べるの、もう一つ食べて終わり。一つ食べるよ。今薬飲んだよね私ね。一つ食べる。だっておじいが落っことしたから、今来たてなんで落っことしたの。落っことしたん嫌だよ、逆さに落っことしたね。自分の買ってきたものを置いてさ、いろいろ買ってきたよ。また人の金だからいくらでも買えるだってよ。そうだって私が一生懸命働いてきた金だよね。まいっちゃうね。はあ、おだ、なんか薬飲んだよ。逆流しますよ、食べ過ぎだって。これ一つだけ、なんだっけこれ、なんだっけこれ、あ、舞茸、これ一つね。うん、もう終わりね、うん、ちょっと弱いな。ああ、天ぷら食うとさ手が粘るから、うん、トイレットロール置いとく。少しになったやつね、これさ少しになったやつ置いといてね。私ね、すごいね、神経質。おじいがさ、この間ね、トイレットロールね、机
少なくて買えたんじゃないの。そしたらさ、ここに買えるじゃん。ほどこういう棒が出てるじゃん、両方からここに支える棒、こういうのが。それがよく刺さってねえんだよ。ほどパターンと落ちるよ。まあ、そこまで神経使ってる。ね、ああこれは少なくなったら私が変えた方がいいなって。ね、ロールがさ、便所の下へ落っこったら汚ねえで。うん、私すごい神経質。ここによくさ、棒が出てて、ピタッとこうはまってないとダメでしょ。俺がちょっとはまっててさ、ガラガラってしたら、ポーンって落ちるよ。そこまで見た。うん、もう先を見る、私。ああ、これはダメだ。私がやんなくちゃ。な、うん。汚ねえよ。トイレのさ、床の下にさ、落ちたロールをまた吊るすなんて、うん、ロールカバーがかわいそうだ。ね、すごい神経質、私、何でもね。なに、キーちゃん、こちら、皆さん、メガホンありがとうございますって。母ちゃん、メガホンプレゼントって、ありがとう。みゆきちゃん、ゆせさん、今日は夕飯、何ですか？夕飯、いっぱいある。うん、いっぱいある。うん、冷やそば半分あってさ、焼き鳥があって、天ぷらが2つあって、またじじいが買ってきた。あのね、弁当、カツ弁当、うん。和風風のね、和風のカツ弁当だから、ポン酢のあれがついてた。うん、いっぱいあるよ。うん、ね、うん、もはやね、トイレも外で。いやねって、こちら、なおちゃん。こんにちはって、いつもありがとう。ジャスミンさんが来るのお薬飲むと楽になるからお腹すくねって、あ、そうなん、さっき飲んだ、うん、逆流のね、うん、今日は母の命日なのでお墓参り行ってきましたって。そうなんですか、うん、なおちゃん命日だったんですね。そうですか、お母さん喜んだでしょうね。そうですね、うん、私は行けなくなっちゃった。自分のお家のお墓、お盆でも行かない、ね、自分がもう行くのは自分で入る時だと思ってる。うん、前はよく行ったんだけどね、わー、墓石叩いてね、おじいちゃんばあちゃん来たよ、よせれよ、わかるってこうはたいたよ。ね、もうできない。今度入るときは私が入るとき。そう思ってます。ね、うん、こちら、くっちゃーねさん。こんにちは。ナイスをしましたって。ありがとう。いつもありがとうございます。くっちゃーねさま、ありがとう。こちら、いいねにこう、ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうね。あ、たまげた。あ、たまげた。お風呂が沸きました。お風呂が沸きましたと。あのじじいに録音だね。笑うってね。お風呂が沸きました。笑うってね。そうだよね。あんなじじいに録音することはねえってよ。あー、食ったな。なんかうまいんだな、天ぷらがな。あと一パックあるんだよ、困っちゃうな。ズボーンに穴あきありました。笑うってね、うん、ズボーン、こんにちは、ありがとうね。マルオさん、胃もたれ気をつけてね、ありがとう、ありがとう。なんかまた食いたくなっちゃった。困ったな。食った。もう一つ食う。困ったね。ナス？ナス？何がいい？ナスとかぼちゃと、なんだ？何これ？
ああ、芋だ、芋。ナスかぼちゃ、芋。どれが傷みやすいのかな。傷みやすいから食べた方がいいか。いいんじゃない。よすか。芋タレ、確かによそう。胃がおかしくなる、ほんと、薄らなく。参った。寄せましょうね。あまり食うと良くないよね。良くないね。食べ過ぎだって。そうだよね。4分か3分飲むのかな。笑うってね。ほんとね。寄せましょうね。ここ置いてね。後でね。よしましょうね。ほんとね。あのじじいよ。クソじじい。自分でな。自分で掃除もできねえじじい。あのクソ野郎。ああ、食べたな。お水も美味しいですね。冷たいお水ね、最高ね。お水さん、慎吾のあのあれつけてるからうまいよ。慎吾いつ帰ってくるんだろうね。困るね。私も気にする方だからさ、人が来るとすごい神経使う。食いすぎた。夢中で食べてるんだよね。ああ、ことだ。だらしね、おじいだよな。お風呂洗ったんかね、あのじじい。知らないけど。洗ってるんかね。汚いよ、洗わないと。うまいね。あ、ありがとう。え、ゆずさん、よせさん、見えなくなっちゃった。ごめんね。しんごさん、あ、何？まさこちゃん、あ、何？はず、見えね、ごめんね。みーちゃん、よせさん、胃袋宇宙だね。マロさん、スーパーの油あまり良くないです。うまいねってね。のねなちゃん、眠くなってまいりますねって。はい、リスナーさん、ヨセさん、衣好きそうってね。ちおちゃん、私旦那にお風呂入れてもらってます。あら、幸せね。幸せね、仲いいのね。そうなの。ありがとうございますね。私ね、なんでこっち向いてるか分かる？あのじじい、猿股で出てくると困るでしょ。もう、そうでしょ。ああいうの分かんないから。バカだから。ね、猿股で出てきたら困るでしょ。ね、風呂は楽しいですかってね。あ、同居楽しい。楽しくねえよ、全然だよ。あんなじじい。千代ちゃん、足腰が立たないから。ああ、大変。私と同じだ。そうなん。ああ、私はデイサービス。ああ、お家じゃ入らないの。全然ダメ。だって、すっぱちゃんと座れば立てないんだから。無理だよ、私。みーちゃん、また信号の。猿股履くのかなってね。ジャスミンちゃん、シンゴさん、午前中静岡出発ラーメン屋に行って戻りますって。あ、これから。そうなん、そうなん。ああ、出発したんですね。嫌だな、あのじじい。
全然ダメだから、あの男は。あれはね、もうダメ男。わかる？おならで出るんだよ。どうしてなんだ。困ったな。はあ、何時頃帰ってくるのかな。困ったな。洗ったんかね。あのとこ洗ったんかね、お風呂。あれ、体洗わねえで入るかんね、湯船に。汚いで。慎吾さん、夜には暑くかと思ってますよ。そうですか。え、みーちゃん、汚いなって。そうよ、体洗わないで入るんだね。一人で銭湯贅沢だって。そうだよね。あ、洗ったことないから見てて、前見たことあんだよ、入ってってな。そしたらね、湯船使ってね、タオルをタオルでゴシゴシこう洗ってるの、湯船の中で。いや、常識ないよね。給湯できます。またつけてる。何なのジジイ、何なの、何やってるのバカ。よと野郎が何にも機会も知りもしねえでよ、バカだよ。そう、湯船の中でタオルやって洗ってん。普通はさ、上がり湯でね、さっと洗ってさ、水流してタオルは入れないでしょ、湯船には。普通常識ないで、すごいよ。ってこの時間シャワーで十分。そうでしょ、リスナーさん、湯船沸かしての贅沢でしょ、やることが。ほんで後の始末は全然、蓋なんかビリビリに破っちゃった、あのジジイがくるくる巻いて。私は前入るときはね、ここに蓋はさ、ここに、お、うちのお風呂大きいから巻くって十分入れる。それぐるぐる巻いたからみんな切れちゃった、こうバラバラに。それ買えねえんだで、あの蓋が、あのジジイ、てめえで壊してね。そう、もうそっから普通の男じゃねえなって私思った。うん、ヨタジジ涙だね、ほんとね、涙ですよね。ほんとね、ビリビリだよ。おいで汚いんだよな、入れ歯飾っとくんだよ、あそこの洗面所に。気持ち悪いで、あれがなければ私すごい綺麗好きだから、こうなんていうの、蛇口のこういう周り黒くなるよね。あれだったらブラシで綺麗にしちゃうからね。私でも入れ歯飾ってあっちゃできないよ、気持ち悪くてね。女の子がいなくてよかったですね。本当だよね、ホームセンターにあるようなってね。女の子はすぐいなんだよってね、うん、気持ち悪いな。私とは合わねえわ、あの人は。気持ち悪い、一緒に暮らしてて気持ち悪い。まちょこちゃん、何マーリー言うわか、あーついてた、そのままついたらカビになるよ。なるよね、湯垢がね、うん、今なるよ。洗わねえと思うよ、多分あの男だからね。私はもう一切お風呂は中に入んないから、転がったら困るからね。あの鏡がと、あのすげえで鱗雲で、私どこでもピンピカリンにしてた今までね。もう私にはできない、どんな汚くなってもね。神経使ってないから、慎吾もあいつも、うん、てめえのうちはめちゃくちゃだよ。こんなうちないで、かわいそうだよ。もっとね、きちんと人が住めばきちんとなるんだよ。バカの集まりだから、どうしようもない。私もできないから目つぶってるんよ、何でもつぶんなくちゃ生きられないもんね、うん、生き地獄だよ。だからはっきり言ってね、普通の人間と生きてないから
どっちも。うん。機長さんのもらったら、あれ、ライトを、この間、あれね、直そうと思って、取ったら、ね、直さないで放ってあるよ、もう。ね、うん、自分で普通直そうとすると、どうに入ってたかって、普通気になるもんだよ。自分であとね、直すわけだから。もうどう入ってたか、私は見てないんだから分かんないよ。もうやりっぱなしだよ、蓋は放ってある、身はあっちこっち。何にもしない。ダメな男だね。うん、そう思うよ、いつ見ても。ここまでクズはいねえと思う。ほんとダメな男。時計だってぶっ壊しちゃって、自分でね、これで直してくれたんだよ、貴重団と天然さんは。今鳴ってるでしょ、音楽もちゃんと。動いてますよ。あいつみんなぶっ壊しちゃうそれっぱれ。困ったから直してよって。時計なんかあちこちあんだからいいよだって。これで一言。うん、あー、100件。こっち減っちゃったよ。いやー、ひで。腰。あれだ。腰が曲がってるから、水飲んでもこっち入っちゃった。こっち流れちゃった。ねえ。あれはね、普通の時計じゃないんだよね。新築以外にもらったんだよ。妹夫婦に。それをね、外してそれっぱれっつうのはムカつくよね。なんでもそうでしょ。ね、あとみんな知ってるけど、慎吾の部屋がね、アイリス大山、スイッチ入れっぱれであいつ出かけて、それをね、止めてくれってあいつに頼んだ。私汚いから慎吾の部屋入りたくないから。置いたら止まんねえっつってさ、リモコンの乾電池抜いた。乾電池引抜いても止まるわけねえやね。ねえ、頭悪いね。ねえ、乾電池引抜きゃ止まると思ってるんかね。ねバカだよね。リスナーさん、笑うって笑うよね。ジャスミンさんも、笑うってね。ねえ、笑うってなおちゃんね。本体に止めること、本体に止めるとこあるよって。ね、そうだよね、うん。これね、本体ね、押しても止まんねえんだよ、あいつには。慎吾の部屋の、ちょっとね、止めづらい見てよ。うん。だからね、できないんだよ。ね。ああ、ありがとう。ありがとうね。うん、あー、100件。うわ、水引っ掛けちゃったね。そうかーってね、高いとこかなってね。あと染め方わかんないんじゃねえ、ああいう人。コンセント抜けばよかったあのにって。そうだよね、うん、そうだ、コンセント抜けば止まるよね、確かに。無限ちゃん、ナイス、ポチって、ありがとう。ね、控え、苦手なんだっけって。苦手だよ、あのじじい。何もできない。うん。いや、ほんとだよ、うん。何もしない。休みでも何もしねえで。うん、穴の開いたパジャマ着替えて。あとはテレビ鑑賞で終わり、毎日。ね。今日はお風呂入ってる。バカだ。湯船沸かして。シャワーで十分だめ、あんなじじいがよ。ずうずうし、一人で石油使いやがって。そうだめ。大体においてね、自分で働くね、電車に乗ってく電車賃がねえなんて、ろくでなしの男に決まってんじゃん。ね、仕事行く電車賃だね、5,000円貸してくれやで、笑うわ本当に。どこまでくるかと思って、これで自分じゃ贅沢してさ、うん、お袖の時だっていつも外食してくるべ、うん、
うん、あとはさ昼間もね金があれば外食してくるよ。こっち来ないでしょ。だからね、外食だよ。ほんとクズだよ。あれガキもクズ両方。どうしようもねえ。このうちはもう丈夫な人間が楽してんだから。ほんとまあ今少しの辛抱だけどね。私がいなくなったらわかるから、私がどういうことやってたか、うちを回すにどういうことやってたかよくわかるよ。でもかもったいねえな。私が死んだらいろいろ買ってある。夜間とか銅の夜間15,000、あそこに新しいやん。なかなか夜間悪くならない。買わなきゃいいのに。私もね結構物買ったんだよね前はね。今買ってないよ、うん、あとワックスもいっぱい買ってある。磨こうと思って。ああヤシの実のワックスか。いろいろあるんだよワックスにも種類がね。あとはね、うん、あのテーブルも買ってある、うん、新しいが、うん、でもあのテーブルほらおじいちゃんとおばあちゃんと暮らしたから使えるだけ使おうと思って今使ってる。ああもう一つはねテーブルとね布団のセットだったので、布団がね和柄で気に入っちゃってさ、友達と行って買って、ほいでほらあのなんていうの見本だったから安かったんね。ほら飾ってあったやつだから、うん安かったよ、うん、布団とセットで安かった。それ買ってやろう、うん、まちゃこちゃんダメだよ。あ長生きしてね、よしえさんってありがとう、ありがとう、まちゃこちゃんありがとうね、ありがとう、まるおさんぜひ長生き、してってありがとう、うん、細かい日常のことはわからなくそうだわって、うん、ありがとうねまちゃこちゃんね。みおりんちゃん食器もたくさんあるねって、そうなのよ。ジャスミンさんそうだよ、長生きしてねってありがとうございます。みんな優しいね、ありがとう。うちの二人よりよっぽどみんなの方が優しいよ。本当だよ、うん、みーちゃん私も新しいお布団のシーツ買った。そうなの、新しいの気持ちいいねって、そうだよね、そうよね、気持ちいいね。きちんと四隅をきちんとしてね、お布団いいよね、うん、うちはもうダメだよ。シーツなんかひんまくれてさ、あの真っ黒、それでさ敷布団のカバーで寝てるんだよ。 あれは大変よ。敷布団のカバー剥がすとは大変よ。シーツが汚れたんだら上だけ剥がせばいい。敷布団のカバーまで汚したら大変よ。そういうの分かってないあの人はね。ゆりちゃんまだまだ、よしえさん若い、長生きしてくださいね。ありがとうゆりちゃん、ありがとうね、うん、何しろ与太郎に囲まれてるからね。そうなのよ、リスナーさん、よしえさん、しんごさんを鍛えないとダメだから頑張ってってね。そうだね、信号がダメだからね。丸尾さん、吉江さんの足が少しでも回復しますようにってありがとうございます。ありがとう。ああ忍たま乱太郎さん、誰か来た、なんかおかしいな、おかしいな、音がしなかった。乱太郎様、ゆうせいさん畳で寝てる。